月に入ってからずっと梅雨が長くて、まあキャンプは行ってましたけれども、夏らしい気候と言えるのか言えないのか、その中でずっとね外出てましたけれども、やっともう7月のもう31日ですね、これ31日にしまして、やっと夏らしいことしたいと思います。ということで花火を見に行って、夏を感じたいと思います。ちなみにですね、7月31日で8月1日ですね、8月31日の0時ぴったり、8月1日の0時ぴったりで、実は私の誕生日でございます。意地で外にね出たくなりました。というわけで箱根に向かっております。またね。てい、暑い、夏だね、夏ですわ、暑いわ。ちょっと休憩します。ここでやっぱりこの西湘パーキングエリア行きたくなりますね。神奈川県箱根、静岡、ね、夏だわ、しつこいわ、夏だわ。こんなに暑いと海入りたいですね。通りですね、ここの通りいいよね、観光地っていう感じしますよね。天気いいし上がりますよ。うわー、ほら行楽で賑わう人々が煮えくり返ってるよ。楽しんでますね、みんな笑顔、私も笑顔、世界笑顔いい本日花火が上がる地点まで来たんですけども、すでに混んでますね。駐車場も多分どこも止められない感じなのかな。これはまあタクシーかバスで行く感じにはなると思いますけど、不安ですね。また夜ここに来れるのかどうなのか。お腹空いた、お腹空いたのでなんか食べます。時間がやばい、急ぎます。すでに屋台が出てますね。うん、いい景色。ご飯を食べ終わって、今晩ですね宿を取ってますので、そちらに向かいます。ちょっとまた車中泊したんで睡眠不足でいつもできなかったんで、いつものようにしっかり仮眠をとってね、夏の睡眠不足は危険なんで、花火を見に行きたいなと思います。それよりね、やばい、お腹痛い、漏れる。はい、部屋着きました。広いですね、ヴィラかな、なんか多分マンション、本館とは別でマンションか何かのリノベーションされた感じでしたね。これ相当泊まれるな、頑張れば6人8人ぐらい泊まれるな。あー疲れましたね。この後温泉入るかして寝ます。2時間くらい寝ます。おやすみなさい。はい、起きました。5時半6時前ですね。本当に起きるのがきつくて、起きた瞬間にもうね、あ、もう花火行かなくていいやって思いましたもん。けどなんとか起きて、この後用意して、向かいたいと思います。無事たどり着けるかな。はい、無事ですね、
まだね、2時間前っていうこともありまして、ガラガラですね。全然人気もなく、まあちょっと遠い場所に降りたっていうのあるんですけど、時間あるんで散歩します。散歩しながら花火会場へ向かいたいと思います。この道も何度も冬ですね、冬車で走りましたけど、歩くのは初めてですね。楽しいですわ。意外に距離がある。遠すぎたかな、降りる場所かな。散歩してたらすごい景色のいい場所に会いましたね。あっちが花火上がる場所かな。そして箱根神社の鳥居が見えます。ここはいいですね。神秘的な雰囲気があります。着きました。もう場所取りすごいですね。さすがに1時間前だけど、これ場所取りって結構最前席でテーブルと椅子並べてる人とかいるけど、どこまでが許される行為なんですかね。すごいぞ、綺麗な船。あそことか見てくださいよ。もう一番前陣取ってテーブルと椅子、ちょっと私たちも場所取りをしたいと思います。顔が映っちゃうんでね。いいですよね、屋台。屋台いいよねって全然見えない。モザイクかけるか。屋台いいよね、屋台いいですよね。はい、場所通り完了です。結構いい場所かなと思います。周りも人いないし、そんなにで、どっから花火があるかわかんないんですけど、とりあえずここで酒と食べ物、屋台飯買ってきます。ちなみにやっぱりキャンプ用品が大活躍ですね。キャプテンスタック、あ、ぼやける、ぼやけますね。大活躍、とにかく大活躍。じゃあ行ってきます。さっきの場所取っといて正解かな。中心地に行けば行くほどやっぱりこれ場所取りむずいっすね。いや、これ待てよ、モザイクかけるの大変すぎるぞこれ。あれ、ここ去年来たぞ。ここ去年ここ来た。あ、ここ去年来ましたよ。ここでまた買うか。屋台いいわ。屋台飯綺麗に並べられていく。ありがとう。はい、買い終わりました。結構ね、お店が遠いんで大変でした。ビール、レモンサワーに牛串にチーズボールにお好み焼きとたこ焼き、一気に買っちゃいましたね。まだ花火上がるまで
20分ぐらいありますけど、先にいただきます。よいしょ。こういうとこのビールはね、本当に。最高だね。うまい。チーズボール美味しいです。こういういいよね、こういう気軽に食べられる系好きです。うまい。やばい、花火上がる前に全部食っちゃうな。花より団子ですな。うん、まずいわけはないしね。小麦粉とマヨネーズ、うまいわ。やばい、いきなり始まりました。まずいです。ここね、かなりいい席ですわ。目の前です。こんな感じ。そっから打ち上がってます。終わっちゃいましたね。じゃあこの後は少し、歩き回って、でバスで帰ります。タクシーがね、うち超高かった。 4,5 円しましたね、ここに来るまで。すさまじく混んでますよ。いやもうどんどんあれですね、屋台が閉まっていきますわ。寂しいですね。この夏祭りの終わりが寂しいですよね。こんな寂しい思いするんならもう来ない方がいいんじゃないかなって思うくらい寂しいですよね、夏の終わり。最後にポテト買いました。ポテト、まだね、道路がすごい混んでるのとバスが混んでるんで、もうちょいだけ待って帰ります。渋滞がすごいですね。はい、やっと到着しました。いや、疲れました。部屋にね、入った瞬間にでかい蛾がいて、さっき窓開けちゃったからかな、夕方。その蛾を逃がすのに5分ぐらい格闘して、で、この後、温泉入って、一杯飲んで、誕生日を迎えて、寝ようかなと思います。いやー、夏、楽しんじゃいましたね。温泉行ってきまーす。いいー。